こんにちは。僕はタヨ。ここをクリックして登録してね。もう本当にサンタさんからプレゼントをもらえないよ。あれってこんな夜中に誰？まさか泥棒？よし、また一つ見つけたぞ。残りも早く探さないと。本当に泥棒だ。どうしよう。おお、あそこにも一つあるぞ。待って、これいいことする最後のチャンスだよ。泥棒を捕まえたら絶対僕もプレゼントをもらえるはず。よし。動くな、泥棒。何？泥棒？まさかわし？そうだよ。違うんだ、わしは泥棒じゃ。じゃあその袋は何？参ったな、本当のことは言えないし。えい、逃げろ。お、待て。絶対に逃がさないぞ。あいたたたたたたた、待て。クリスマス。今日はクリスマスイブです。ケーキはいかが？パーティー来るよね。もちろん。当たり前です。もうクリスマスイブか。本当嬉しいな。今日の夜サンタさんプレゼントくれるかな。すっごく楽しみ。花が言ってたんだけど、サンタさんはいい子にだけプレゼントをくれるんだって。僕いいことたくさんしたよ。した。お母さんのお使いに行った。そんなの基本だよ。僕はおばあさんの荷物を持ってあげたし。僕は兄弟にお菓子をあげたんだ。タヨはどんなことした？僕は毎日毎日頑張って運行してるよ。なんでそれがいいこと？それはもともとタヨの仕事だし、他にはないの？他に？そうだな、思い浮かばないよ。なんだって？じゃあタヨはプレゼントもらえないかも。そんな。心配しないでたよ。今からでもいいことをすればいいんだよ。あ、そっか、そうだよね。僕もたくさんいいことして絶対にプレゼントもらうぞ。お願いたよ。たよはいいことをするために工事現場で手伝ったり。ごめんなさい。これを整備用品店までお願い。任せてください。荷物の宅配もして。整備用品店ってどこだっけ？今頃来るなんて遅すぎだよ。あ、それが道に迷っちゃって。遊び場の掃除もしましたが。さっきより汚いよ。ごめんラビー。結局みんなに迷惑をかけてしまいました。どうしよう。トナカイ君、おかげで思ったより早く着いたよ。さて、これからいい子たちにプレゼントを届けようか。サンタさんがやってきたようですね。どれどれ。なんで軽いんだ。プレゼントを全部落としてしまった。大変だ。早くプレゼントを探さないと。どうしたトナカイ君。わしの正体がバレてしまうって。確かにバレるわけにはいかない。変装すればいいじゃないか。これなら誰にも気づかれない。よし、それじゃあプレゼントを探しに行こうか。ことどころか一日中失敗ばっかり。もう本当にサンタさんからプレゼントをもらえないよ。あれってこんな夜中に誰？まさか泥棒？よし、また一つ見つけたぞ。残りも早く探さないと。本当に泥棒だ。どうしよう。おお、あそこにも一つあるぞ。待って、これいいことする最後のチャンスだよ。泥棒を捕まえたら絶対僕もプレゼントをもらえるはず。よし。動くな、泥棒。
何？泥棒？ん？あ、まさかわし？そうだよ。ああ、違うんだ。わしは泥棒じゃ。じゃあその袋は何？まいったな。本当のことは言えないし。えい、逃げろ。お、待て。絶対に逃がさないぞ。あいたたたたたたた。待て。いなくなった。一体どこへ行ったんだろう。うん。見つけたぞ。ドロボーめ、ついに捕まえたぞ。待ってくれ。実はわしはサンタなんだ。サンタなんだよ。サンタさん、僕がそんな嘘を信じると思う？素直に降参するんだ。助けてくれ、トナカイくん。え、トナカイ？それじゃあ本当にサンタさん？プレゼントを全部なくした？必死に探しているんだが、想像以上に大変で。早く探して子供たちにプレゼントを届けないと。じゃあ僕がお手伝いしようか。君が？この町のことは僕の方が知っているし、一緒ならもっと早く見つけられるよ。そうか、ありがとうタヨ。こうしてタヨはサンタさんと一緒にプレゼントを探し始めました。おお、サンタさん、ここにも一つあるよ。おお、そうか。見つけたぞ。助けてくれ。ちびっこバス、タヨ。タヨ、おかげでプレゼントがすぐに見つかった。いやー、でもサンタさん。僕実は今日いいことをしようとしてたのに失敗ばっかりしてしまって。僕クリスマスプレゼントもらえるかな。なんだと？タヨ、わしはね、君が親切で優しいバスだってことよく知っている。だからプレゼントももちろんある。本当に？やったー。心配するな。あれ、わしのソリはどこへ行った？誰がこんなもので道を塞いだんだ。こんな夜中に通報なんて初めてだ。早く帰って寝なきゃ。どうするの？本当にソリがなくなったの？ソリなしでどうやってプレゼントを届けるんだ。何？頼りソリになってもらうのはどうかって？それって僕がサンタさんを乗せてプレゼントを届けるってこと？それでもいいかい？もちろん、これ誰にでもできることじゃないし、嬉しいな。さあ、準備はいいかな？はい。よいしょ。出発。さて、ここが最後の家だ。ここドゥリの家だ。
ルリすっごく喜ぶだろうな。ん？はあ、こりゃまずい。プレゼントは一つ足りない。残りは君のものだけだ。そんな。さっきプレゼントは全部見つけたと思ったが、一つ足りない。はあ、大変だ。もう朝だ。困ったぞ。プレゼントを探す時間ももうない。今日の夜、サンタさんプレゼントくれるかな。ドゥリー、プレゼントがないことを知ったらすごくがっかりするよね。そうだよ、サンタさん。じゃあ僕のプレゼントをドゥリーにあげて。何？いいのか？友達のがっかりする姿を見たくないんだ。タヨ、本当にありがとう。よいしょ。それじゃあ出発。何クロ、どうしたの？お、プレゼントだ。ママ、パパ、ちょっとこれ見て。おもちゃだ。終わった。タヨ、本当にありがとう。おかげで無事にプレゼントを届けることができた。このくらい。みんなが喜んでくれて僕も嬉しい。ああ、それとこれは君にあげるプレゼントだ。うわ、今年の真のサンタはまさに君だ、タヨ。サンタさん、本当にありがとう。それじゃ、そろそろ行こうか。よいしょ。なんだって？重いから痩せろって。じゃあもう行くよ。メリークリスマス。メリークリスマス。タヨは忘れることのできない素敵なクリスマスを過ごしました。みんな、メリークリスマス。